さあ、始まりました。こんばんは。安田久則使ってみた。はい、ということでね、今日使っていくのは安田さんなんですけど、まずはちょっとだけ能力紹介していきます。称号がね、アンダ星族ついてるんで、一応ミートが B 乗って、71、パー72で、まあ、いいんじゃないですか本当に。これはまあ、しょぼしょぼ安田ですけど、まあ来年にはスーパー安田の能力で出てきてくれれば嬉しいです。そして、これ特殊でね、守備 B いけるんですけど、僕はまだ B ランクがないので、まあ今後やろうかなって感じです。ファーストもね、一応守備 C までいけるんで、まあ、ファーストキーもまあなしではないかなと思います。そして、超チャンス、パワー比、選球眼ということで、連打しするとこんな感じですね。普通に強い。ということでね、喋っててもあれなんで、早速やっていきましょう。安田さんはね、チャンス持ちなんで、今日は3番で使いたいと思います。さあ、相手先発は上沢さん。マジでやばい。寒すぎて手動かないんだけど。今僕のとこ3度なんですよね、気温。なんか、東京の方は20何度とかいいなってあったかいの羨ましいんですけど、もうなんか雪も降ってるらしいしね。マジで、寒すぎます。僕のとこ。本当に。やばい。やばい。落ちないよね、さすがに。さあ、ちょ、これ走ろうかな。チャンス出したいんですよね。行きます。ちょっと走ります。お、ナイス。いや、ポランコ、えぐ。これ、4番バッターの走力じゃないっしょ、ポランコ。さあ、チャンス得て、88-1、十分勝。いやー、もったいね。今、うまかったな。いいんじゃない？いや、惜しい。上沢さん、俺、そんな打てなくないんだよな。OK、落ちるっしょ、これ。いやー。詰まったなぁ、ちょっと。まあ、安田さんはあんな感じでね、チャンスさえ出れば、まあ、ミパ80ぐらいまでは行くと思うんで、まあ、やっぱチャンス出してね、使うのが大事かなと思います。まあ、あとは問題のね、守備なんですけど、俺は今のとこね、あんまり上手いと思ってないんですよね。めっちゃポロポロする。まあ、使ってみたってこんなこと言っていいのかわかんないんですけど、守備 C かなの堀さんの方が、まだ全然守れる気がしてます。まあもしかしたらたまたまかもしれないんでね。もうちょっと今後使っていけます。今んとこは、まあガッチオーダーには入んないですね。サードはちょっと補強ポイントではあるんですけど。OK。やっぱ何より弾道パーヒってのがね、もう本当にパーヒってだけで正直結構きついんで。まああの能力でライドラだったらね、もうオーダーですよ完璧に。ガチオーダー入り。弾道ゲーです、プロスピア。さあ、ということで、2試合目です。ちょっと今日はホームラン打ちたいね。まあ、振りじゃなくホームラン打ちたい。あんまね、ホームラン打ちたいって言うと、佐渡崎みたいに、あんまいいことないんで。OK! ツーベースじゃないな。いや、62、72のパワー比は、正直、オワコンだよ。お！おい、嫉妬だけどホームランありがとう。あとあとこれで俺がホームラン打ったしって、言えますね。完璧。今珍しくね、午前中の時間にやってるんですけど、相手が強え、マジ。めっちゃ打ってくるみんな。えぐいやろ、これ。やばすぎ。本当に、まあやっぱ交換会がね、今日は10時に発表があったということで、どうでしたか皆さん結果は。僕はなんかね、なんとも言えない、本当に微妙な引きでしたね。チャタに来るならもっと来いってね。こっちは大歓迎なんですよ、別に。かぶりとかね、シリオンとか来るなら、もう全然チャタニでオッケーみたいなね、感じなんですけど、なんか持ってる選手が来たりとか、そんなんばっかでしたね、今回は。まあ僕は結構ね、いろんないい選手出したんで、まあ、それをね、使ってくれると嬉しいです。さあ、ペルどうも。おそらく今日はね、今日ってか、昨日か、この動画上がってる昨日は、ガチオーダーのね、動画出てると思うんで、ペルどもね、まだガチオーダー入れるか迷ってるんですよね、実は。オッケー。これガチョウダ入れようか。うん。まあ、ギリね、ギリ。超高速は、多分入んないけど、ランクルールだったらね。まあ、一応ガチョウダに入れようかなと思います。さあ、やっていきましょう。ソフトバンク純正いきました。これはボコボコにするしかないですね、完全に。いや、ちょっと待って。まずはね、ツーベース打ちたいんだよね。超えろよ。A ランクだから超えてくれ。よし、OK。9位ないから超えました。ラッキーすぎる。ちょっとマジで安田さんやべえわ。何も出らん、解くの。まあ、この能力じゃね、外流しても超えないんで、引っ張るしかないね。ラッキー。オッケーオッケー。結果オーライ。まあ、打ちやすさ的には、俺は、そんな打ちにくくはないけど、別に打ちやすくもないって感じですね。なんか、
ちゃんと現実のホームに似てる感じあるんで、まあ好き嫌いがそんな分かれるタイプではないと思います。オッケー、やっぱ広角だよ。えぐいもん、これ抜けていくんだ。やっぱり佐渡崎です。まあでこのマーティンのね、 91?90 超えてくれば外流してもねレフトの頭超えるんですけど、まあ、やっぱ70とかだとね本当にどうしようもないんで、まあ、パワーヒーの難しいとこはそこですね、やっぱり。まあ、ちなみになんですけどね、安田さんね今年4回サヨナラ打ってて、まあサヨナラ男もしかしたら今後ねつく可能性も十分にあります。しかも僕はそのね4回のうちの2回をねたまたま現地で見てて、6月24日と7月6日ですね、2週連続でサヨナラタイムに打ったんですけど、まあ1週目はねただのレフトフライ、あの宮西さんから打ったやつで、2週目があのブラ様のね東京ドームのやつということで、まあ結構終盤はねなんか勝負強いイメージがだいぶあったんで、まあ来年はねもっともっと活躍してくれればね嬉しいですね本当に。 OK サード、まあまあまあこれはね正面だからね、堅実に派手なプレイするタイプじゃないんで、本当に堅実にねやってくれれば、まあゲームの中でもいいんじゃないかなと思います。まあスペリーグのねあの最後のエラーみたいな、ロッテ戦のねあんな感じで、まあゲームなんでエラーしちゃうこともあると思うんですけど、 OK。 安田は結構かっちりきっちりしてるタイプですね。いやー広角超えろ、 OK。 もう本当に全員広角にしたいなってぐらい本当に最近広角が強すぎてやばい、どうしよう。ブリヒでもよかった、えぐ超えてった。79、選球がパワーヒラと74、79ぐらいかな。これはね打っちゃいけない、やっぱそういう攻め方になるんですよねパワーヒは。こうなっちゃうんですよ。さあパワー98のお手本来ました、これがお手本です。本当にパワー90超えないとパワーヒーは正直ね、あまり使う意味がないと思ってるので、これでよ。これこれこれ。超えるんよね、パワー98は。さあ、これがラスト安田かな。ちょっと全然チャンスの場面でね、回せなかったし、回してもね、出ないんでね、マジで。オッケー、ナイマッチ。いい安田。さあ、安田です。チャンスオッケー。頼むで。よし、これ、オッケー、オッケーにしよう。はい、ということで、ナイバッチ。